頭に、ボイド東京のを始めようと思いました。理由はですね、みんな実力があるのに、基本的にみんなネットを主体でやってたので、結局タイムラインでそのまま流れておしまいだったんですね。で結局、ライクがつくんだけど、そのままタイムラインで流れておしまい。でそれじゃつまんないなと思って、とにかく紙にこだわって、で紙だったら別に写真集じゃなくてもいいから、だったら今安い出版社っていうか手頃な印刷所っていっぱいあるんで、そこで陣にしてとにかく紙に残したいっていうことで、ボイド東京っていうのを始めます。でそれは11人でやるので、いろんな視点で東京が見れるっていうのもあって、自分が気にかけてるっていうか、すごくこの人と一緒にやりたいなっていう人に声をかけて11人でスタートを始めました。今第3号まで出ました。基本的にこのジンの目的っていうのは、2020年に東京オリンピックが開催されるんですね。で今どんどんその町並みが変わってきているんですよ。東京自身、東京そのものもものすごいスピードで変わるんですけども、それがさらに加速度がついて今どんどん変わってるんです。だから、最初のもう作った時から2020年のオリンピックまではやろうということでスタートしてます。だからその変わっていく東京をどんどんドキュメントしていこうと、それを紙に残して字にしていこうっていうのが我々のプロジェクトの目的です。これ市川さん、市川さんの写真ってすごくスタイリッシュでかっこよくて、こういうデザイン的な写真なんですけど、僕すごく好きなんですね。で彼はが陣のデザインを担当している。こっちが河原ちゃん。河原ちゃんはそのキャリアは浅いんですけど、すごくセンスがあって、もともと芸能活動をやっていた、音楽活動をやっていたボーカリストだったんですけど、それが写真にやってもやっぱりセンスがある。これがアッシュ君、アッシュ深夜川尾と、すごくですね熱心で、多分日本で一番渋谷を撮ってる、365日渋谷をうろついてる人なんです。もうまだ撮り始めて1年か2年なんですけど、もうこのレベルに達してすごいな。で山下さんは本当に生粋のプロフェッショナルな写真家で、もうこれなんか全部ニコン1なんですね。ニコン1っていうカメラで、もうカメラ道具として撮ってて特にこだわらない。でもその彼独特のビビッドなセンスがあって、もう彼しか撮れないような光景なんですね、全て。これが、藤谷弘樹さん。で弘樹さんも道具にはこだわらなくて、とにかく撮れればいいと、もうとにかくいろんな街をくまなく撮っている方です。本当にこの写真なんか代表的な写真、もう世界レベルの写真だと思います。こっちは佐々木壮君。まだ彼は東京芸大の学生さんなんですけど、すごくユニークな写真を撮るので、ぜひもう一緒にやりたいと思って声をかけました。でこれが矢尾直樹さんで、彼とはずっと写真友達、ずっと仲間なんですけど もう彼の写真も本当に好き で日本で特に人気があって、でもこういう、今回この2枚なんですけども、すごく彼独自のユニークな写真を撮るからですね。でこれが、今すごく世界的にも注目されている大西正さんの写真で、結構イタリアとかでなんかコンペで優勝したりとか、写真集を出したりとか、主にもう毎日彼も新宿を撮って、で休みの日は渋谷を撮るっていうような形で、ゆかり佐々木さん。でも彼女性なんですけども、すごくもう本当に生粋のストリート写真家で、本当にいい写真撮るんですよ。もうね、彼女とも一緒にやりたくて声をかけました。で最後にこれが美穂大川さん。で彼女もまだ20代と若いんですけども、本当にセンスがあるんですね、写真。そんなに回数は撮らない方なんですけども、撮るといい写真が撮れちゃって、なんか
ちょっと天才肌なところがあって、で彼女のその視点っていうのがすごく好きで、で彼女にも声かけて一緒にやってます、はい、根っこにあるのが人に興味がある、だから人に興味があってこう撮ってるんですけど、その人を撮るっていうことに関して言うとポートレートも同じなんですね。ただ僕のポートレートはいわゆるポートレート畑の人とは違って、いわゆるキャンディットポモデルさんなんだけど、キャンディットポートレート要するにその瞬間をパッと撮る、だから二度と同じ写真が撮れないっていうところです。要するにそれはストリート写真の文脈に基づいたポートレート、その一瞬一瞬をパッと切り取るっていう形。普段ストリート写真を撮ってるんで、この場所にいたらいいなっていうところにいてくれるのがまずすごくいいんですね。だから撮り高が高いんです。 でもその中でモデルさんの一瞬の表情とか、こういうの本当に一瞬の表情なんですけど、それを撮ることができるかっていうところがポイントになって、割とですね、だから僕と対峙してくれと、まあ簡単な話喧嘩するような感じでやってくれっていうのは注文つけます。ただいつもそればっかりだと僕も飽きちゃうんで、まあ普通にやってくれていいよっていうようなことも言うんですけども、まあ、この2枚についてはちょっと強めな感じでカメラに向かってきてくれっていう依頼をリクエストして、まあそれでこういう写真が撮ると、これも同じキャンディットポートレートなんですけど、本当に光が良くて、まあ彼女にここに立ってもらったんですけど、それが本当にこの光で、もう普通ポートレートだったらありえないんですよね、他の人が入ってるとかこんな看板とかでもストリート写真の文脈に基づいたポートレートだからありなんですよ。もう彼女はすごく分かってくれてるんで、その僕に向かってきてくれっていうお願いをしてて、で彼女もその欲に応えて僕にこう向かってくるわけだから、そういうでも本当にこの一瞬の表情を撮る、普段はもっと可愛らしいんですけど Also mein Name ist Chris Candid, das ist ein Künstlername, mein richtiger ist Christian Schirrmacher, aber da den ja keiner auf Englisch so aussprechen kann, habe ich mir gesagt, Chris Candid ist genau das Richtige. Candid wie Candid Camera, ja. Versteckt, geheim, ja, aus der Hüfte, wie auch immer. Ne? Und hauptberuflich mache ich natürlich was ganz anderes. Ich bin Polizeibeamter hauptberuflich und mache die Straßenfotografie eben halt aus Leidenschaft, als Hobby. Und ich habe den Damon halt vor ein paar Jahren kennengelernt durch die Leidenschaft zu Japan. Also er hatte ja Japan-Bilder eingestellt bei Facebook und die habe ich so begeistert. Da habe ich gesagt, okay, irgendwann erfüllst du dir mal auch diesen Traum. Einmal Japan und zurück. Einmal in Tokio eine Tasse Kaffee trinken und wieder, oder ein Sake, und dann wieder zurückfliegen. Diesen Traum konnte ich mir vor anderthalb Jahren erfüllen und bin dann nach Japan und habe dann also in Tokio diese Bilder hier geschossen. Natürlich nicht nur diese, sondern viele, viele andere auch. Und habe angefangen eigentlich zu sagen, Mensch, fang noch mal an zu experimentieren. Nicht nur diese statischen Sachen zu machen, sondern Bewegung, Move. Ja, und so bin ich halt auf diese Idee gekommen und habe dann also 4 Tage lang bin ich dann jeden Abend zu dieser Kreuzung gefahren und habe dort Fotos gemacht in diesem Stil. Und das ist dabei rausgekommen. Also mein Name ist Daman Cha, ich bin Hamburger Fotograf, Straßenfotograf seit jetzt nahezu 7 Jahren. Ich habe hier vor 2 Jahren das erste Mal eine Soloausstellung gemacht und fand eigentlich aber, dass es viel spannender wäre, mehrere Positionen zu zeigen. Und so kam eben die Idee, eben mehrere Sichten, dasselbe Thema eben zusammenzustellen. Und da fiel mir natürlich klar erstmal ein Tattoo ein, den ich seit langer Zeit verfolge, den ich letztes Jahr kennengelernt habe in Tokio. Dann hat er ein bisschen Voy Tokio noch mit ins Spiel gebracht als Gruppe. Und so entstand so langsam über ein Hin und Her eigentlich die Idee. Es gab keine konkrete Idee zu Beginn, so das muss so sein mit den Fotografen, sondern es entstand dann so.
Denn mich interessiert einfach die Ästhetik auf der Straße. Ich finde es, wie vorhin auch in der Rede gesagt, unglaublich spannend, dass so viele gut angezogene Menschen auf der Straße sind. Und es spricht mich einfach an. Und natürlich kann man das als oberflächliche Erscheinung bezeichnen, aber es ist auch irgendwie, zumindest macht es in mir als Betrachter sehr, sehr viel aus. Und ich versuche das festzuhalten. Und das Licht in Tokio schafft eben für mich die perfekte Bühne dafür. Dann gibt es eben so Situationen, dass Menschen wirklich so aus dem Schatten auf die Bühne laufen. Und das sind die Momente, auch wo ich sozusagen, wo wir dann auch unseren Moment gemeinsam haben, ne? Der dann weg ist. Und ich habe vor langer Zeit mal mich auch so ein bisschen mit dieser japanischen Philosophie beschäftigt und habe da diesen Satz Ichigo, Ichie irgendwie mal aufgeschnappt. Dieses, dass man einfach den Moment schätzt, den man zusammen hat und der auch nie wiederkommen wird. Auch wenn man sich wieder trifft, es wird ein anderer Moment sein. Und das hat so ein bisschen mich beeinflusst in dem, wie ich das selber wahrnehme, dass wir haben unsere Momente. Ne? Wir treffen uns, ich halte den Moment fest und er wird aber nie mehr entstehen, nie mehr da sein. Das finde ich, das passt einfach. ありがとうございます。しか言いようがありません。このような本当にね、僕みたいな 何の力もない人間をこれだけフィーチャーして、あとボイドのメンバーもフィーチャーしてくれて、本当にもう感身の気持ちでいっぱいです。なんで彼が何をもってこんなことをしてくれたのかっていうのがすごくあって、でもその気持ちに応えるためにも、今回来て思ったんですけどね、本当に頑張らないといけないと。ますます身が 引き締まる思いです。本当にありがとうございます。それしかないです。普通ありえないじゃないですか。こんなドイツなんて、ドイツでいきなりわけのわかんない日本人がこんな、ね、大々的なセレモニーまで、ダーモンが10分以上喋って、普通ありえない。こっちにもファンがいますから。びっくりです。もう感謝してます。